爆石山石窟の外観巨大な菩薩像臓器の幹で支えられた彫刻着色がよく残った像爆石山石窟は中国北西部甘粛省天水市にある194の石窟群で7200体を超える仏教彫刻と千平米彫に及ぶ壁画がある。着工は都心時代や中央アジアにある石窟寺院の影響を受け、 中国の寺院建築の一部になるに至った。この地域の仏教は、五古十六国の最後の王朝である、郷土系の北梁の支援を受けて広まった。石窟寺院が最初に、甘宿省に現れたのは、その支配下にあった時期であり、最も有名な二つの石窟は、都の長城の南方にある、天橋小山石窟と、長城と敦煌の中間にある、文殊山石窟であり、 このような信仰の高まりの中で始まったと思われる。420年から422年頃には高僧らが集い、300人を超えるほどの僧帽が営まれたが、444年、北魏の廃物希釈による弾圧の影響を受け捨てた,た。北魏時代には弾圧もあったが、と、長安から西方へ伸びる街道沿いの石窟寺院はよく知られ、 有力信者らの支援なども盛んであった。最も古い名は502年のもので、第115屈で確認できる。他の碑文では有力者らによる数多くの寄信があり、寺院の拡張が長きにわたって続いたことが記録されている。北紀時代の石屈寺院は、ほとんどが菩薩と脇地仏からなる単純なパターンで構成されている。最もよく見られるのは万人を浄土へ導くとされる。 阿弥陀如来で、大乗仏教で盛んに信仰の対象となった仏である。脇地仏は向かって、右が観音菩薩、左が静止菩薩であることが多い。観音菩薩は、阿弥陀仏の肖像で飾られた紙飾りと、小さな水亀を携えていることからわかる。静止菩薩は、通常静観音と体を成すことが多い菩薩である。高層の像としては、 仏天の偉人であるアナンとカシヤパの像が見られるほか、名もなき一般の僧侶や寄進者、二僧の像も見られる。入り口には二体のドバラパーラ、もしくは四天皇が人鳥門を守っている。シャカムニ像や未来仏であるミロク像もある。これらは足を交差させる姿形で見分けることができる。仏像の中には、中央アジア経由でガンダーラ美術の影響を受けているものもあり。 これらは頭部と身体部の比率やボリュームある衣服のひだで判断できる。素像のほとんどは粘土製で接着剤も用いられている。117靴、127靴、133靴、135靴などで見られる石像の彫刻は由来不明の砂岩で作られている。北義大の仏像に比べ北州の像は少ない。北州の像は より大規模で堅固なものになっている。インドや東南アジアからの影響を受け、仏像の姿勢に動きをつけたものが少なくなり、どっしりと構えた姿勢が主流になる。トンや雲ンで見られる石窟内部の縦コは、爆石山では見られない。安独山の乱によって、都番の支配下にあったと思われる東大の爆石山については、記録がほとんど残っていない。トンも、 爆石山も大規模な放難のあった845年にドバンの支配を受けていたため幸運にも被害を免れた。今日、ガラン内部に続く狭いテラスにある非常に大きなドバラパーラ像に東大の彫刻の影響を見ることができる。734年には東の詩人徒歩がこの地を訪れ、25年後には山寺という詩を残している。壮大になると、 爆石山に大規模な修復が行われ、仏像の中心は仏だから菩薩を掘ったものに移っていく。秋代中期には、断崖の東西両側面にあった巨大な山村像が修復され、東南の崖面に立つ二期の菩薩立像を脇地とする、弥勒菩薩座像や、南西の崖にあった二体の脇地を連れた背の高い、未完成の仏像が修理されたのも、この時期である。後心、北儀。 正義、北州、隋、唐、五代、宋、元、明、真の十二王朝に及んで、造営、修復が行われた。地震などの天災により中央部の石窟群は、崩落して減損しておらず、人災に見舞われ仏像が破損したこともあったが、今も194個の石窟が残されており、彫刻7200点。 フレスコが1000平方メートルなどが30メートルから80メートルの高さの崖の上に保存されている。第1靴から50靴までは西側の崖上にあり、東側の崖の表面には51靴から191靴がある。これらの数字は1952年から53年までの中国の考古学チームが付与していったものである。爆石山パノラマ。 2009年冬バス停前が景区入り口となっており、ここで入場券を購入する。入場門の内外に土産物店があり、内側には乱州へしゃげ麺を手打ちで作る飲食店が集まっている。ここから石窟までは 2km ほどあるので、体力等によっては飲食店街のすぐ上に有料のカートがあり、これに乗車することもできるし、徒歩で行くこともできる。 石窟は連休などの時期は大変混雑し、石窟の直前には、ジグザグに並ばせるための柵がある。各石窟は見学用のテラスとそれらを結ぶ階段で、巡るが一般公開されているルートは決められており、すべてのテラスを歩けるわけではない。公開されているルート上にある、各石窟は外部から金網越しに見学できるが、一部の基調で、 広大な石窟は別料金であらかじめチケットを買った人だけに案内人が付き添って鍵を解除して案内される。一番上段まではかなりの高低差があり、急な階段を上り下りしなければならないが、バリアフリー設備は一切ない。また、テラスや階段からの高度感が非常にあるので、バリアフリー設備を必要とする人や高所恐怖症の人の観光は困難である。 中国高速鉄道、宝蘭旅客専用線転水南駅から、この駅始発の60素地バスで直通。60素地バスは、本数が少ないので、時間が合わない場合は、転水の中心である、旗たし始発の5素地バスに乗車するが、5素地はすでに、満員で着席できないことが多い。1素地バスなどで、老海線転水駅まで行き、 貨車駅始発の34素地バスに乗り換える方法もある。途中のかや川バス停で浄土寺行きバスに乗り換えることにより近辺のもう一つの名所である千人掛けに行くこともできる。ありがとうございます。